皆さんこんにちは、カメラ系 VTuber の小金井さえです。今回はフルサイズの描写についてお届けします。内容はこちらです。以前こちらの動画でセンサーサイズの違いについてご紹介させていただきました。今回はその中でもフルサイズが写す絵の魅力やその強みをご紹介します。初めてのカメラ選びではサイズ感や価格などの側面からマイクロフォーサーズや APS-C のカメラを選ばれる方も多いでしょう。ですがカメラでの撮影にハマって結局フルサイズを買い足すという方も増えています。こちらの動画を参考にフルサイズの魅力をぜひ知っていきましょう。まずは以前の動画のおさらいからしていきます。フルサイズとはカメラに搭載されているイメージセンサーの大きさを表すセンサーサイズの一種ですね。というわけで、このセンサーサイズにいくつか種類があるわけなんですが、フルサイズはその中でも多くのプロも活用する、写りの面でも様々な強みを持つセンサーサイズです。それでは、そんなフルサイズには他のセンサーサイズに比べて、具体的にどのような描写の違いがあるのかご紹介していきます。写真の表現には欠かせないボケですが、センサーサイズが大きいほどボケ量も多くなるという特徴があります。そのため、カメラユーザーの中で人気のマイクロフォーサーズ APS-C フルサイズのセンサーサイズの中では、最もボケが強いということですね。例えば、フルサイズとマイクロフォーサーズで同じ F 値で撮影してみた作例がこちらです。このように同じ F 値でもフルサイズの方がボケてますね。そのためポートレートやお花のように主体となる被写体を浮かび上がらせるような撮影がしたい方はフルサイズの方がおすすめです。これは前の動画でもお話ししたのですが、今回も簡単に説明します。レンズには焦点距離というものがあります。この焦点距離が撮影画角、つまりどれくらいの範囲が映るかに関係しています。焦点距離が短いほど撮影画角は広くなり、広い範囲を映すことができます。逆に焦点距離が長いほど撮影画角は狭くなり、被写体が大きくなります。つまり、より遠くのものを大きく映すことができるということなんです。そして、この撮影画角、同じ焦点距離でもセンサーサイズによって映る範囲が変わるんです。同じ焦点距離の広角レンズを使用した場合、フルサイズなら APS-C やマイクロフォーサーズに比べて広い範囲を撮影することができます。なので風景をダイナミックに撮影したい方はフルサイズを使用している方が多いですね。マイクロフォーサーズや APS-C に比べるとフルサイズの方が階調表現が豊かです。センサーサイズが大きい方が1画素あたりの受光面積が大きく、例えば同じ ISO 100にした場合にセンサーサイズが大きい方が画質的に有利で階調表現も豊かになると言われているんです。簡単に言えば白飛び黒つぶれしにくいということですね。センサーサイズが大きい方が ISO 感度を上げた際のノイズが抑えられ、ディティールが残りやすいので暗所での撮影に強いとされています。これを高感度耐性が強いと言います。例えばこちらのようにフルサイズとマイクロフォーサーズで同じ ISO 感度で撮影した写真をご覧いただくとわかりやすいですね。フルサイズの方が比較的ディティールが残っています。以上がフルサイズの描写の特徴でした。このようにフルサイズのセンサーの場合、1. ボケやすい、2. 広く撮影できる、3. 白飛び黒つぶれしにくい、4. ディティールが残りやすいという特徴があります。もちろんこれらはカメラのモデルやレンズの組み合わせによって差も出るので、絶対にフルサイズの方が APS-C やマイクロフォーサーズよりも有利というわけではありません。最新のマイクロフォーサーズ機ではフルサイズに遜色ない描写を実現し、撮影をサポートする便利な機能が搭載されたカメラも存在します。それぞれのセンサーに強み、弱みはあるので、センサーの特徴を知った上で自分に合ったカメラやレンズを選択し、写真や動画の撮影を楽しんでください。
ということで、今回はフルサイズの描写についてお届けしました。フルサイズは初心者からプロまで幅広いユーザーがいるセンサーサイズです。最近では性能とサイズと価格のバランスが取れたエントリーモデルも増えてきたので、カメラ初心者の方もぜひ触ってみてください。これからも写真動画が好きな皆さんのお役に立つ情報を発信していこうと思っているので、応援していただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。